今日はいつものコースで、当チームの徳永氏と、300キャップワット300キャップで走ってます。300超えないように言ってますけど、私は350超えます。自分と徳永氏では体重差があるんで300超えてしまうそうです。それは当然ですね。ワットキャップゴーイングやると結構ペダリング良くなるんでいいかなと思いますけど、どうでしょうか。はい、速くなります。アグリーだそうです、はい。今8本目、サミットまで8本目です。ここから300超えちゃうとこが出てくるんで、300超えないように、よいしょ。そしてペースは絶対落とさない。ここだいたいいつも300超えちゃうのよ。ギリギリ。着いた。